それでは、はい、早速教えてください、はい、じゃあ、こちらの商品が、コールマンの、ノーザンノバという、ランタンになります。明るさが3000ルーメン、多分市販されている、ガスランタンの中では一番明るい商品になります。じゃあ早速、準備をしていきたいと思います。はい、これはどういう作業になるんですか？これは、ランタンに、マントルという発光体を、つける作業になります。それだけ、はい。で、このノーザンノバの場合は、マントルが2個、ついているので、普通のランタンよりも、かなり明るいものになってます。つける時のポイントはありますか？このマントルが、とクシュクシュっと、しぼんだ状態になっているので、ここをちゃんと広げてあげるっていうのが、ポイントになります。で、マントルのセットがこれで完了しました。で、次は、マントルの空焼きっていう工程を、やります。で、なんで空焼きをやるかっていうと、マントルこの状態だと、光ってくれないんですね。で、炭化させることによって光ってくれるようになります。火がつくとあっという間なんですね、はい。で、マントル空焼きする時のコツは、下から火をつけてあげる。で、下からつけると上にこう炎が上がってくれるので、上の方から振ると、ね、下が、燃えないので、下からつけてあげると非常に空焼きがしやすいです。で、これで全体、今ちょっと黒い部分あるんですけど、全体が白くなればもうこれで空焼きが完了になりますので。本当だ、黒くなった後また白に戻りましたね、はい。で、これで白くなりましたね、はい。じゃあ次グローブをつけていきます、はい。で、これマントル炭化した後なので、触っちゃうとすぐ崩れちゃいます。なので触れないように慎重につけていきます。はい、これで準備が完了しました。完成、かっこいいですね。じゃあ次は、ランタンに点火したいと思います。おー、つきました。ちょっと今明るいので、どれくらい明るくなってるかちょっと非常に分かりにくいんですけれども、はい、これが暗いところだと本当に工事現場ぐらい明るいような、はい、形になりますね。昼の明るい状態でもこれだけの光があるんですもんね、はい。そうですね。これが最新商品になるんですか？はい、そうですね、今年発売の、新商品になります。